皆さんこんにちは、大村ケーブルテレビの久保春奈です。皆さんこんにちは、大村市長の園田博史です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回のシーナビのテーマは令和2年を振り返ってです。市長、今年も残すところあと約1ヶ月となりました。今年は新型コロナウイルスが大流行し、オリンピックの開催が延期になるなどの影響が出ました。また世界中で多くの被害者が出て、大村市内、長崎県内でも感染者が確認され、まだまだ収束には時間がかかりそうですね。また大村市では豪雨災害や台風など自然の脅威を改めて感じさせられる1年だったと思います。市長はどのようにこの1年感じられていますか？そうですね、まず新型コロナウイルス感染症でいうと、まずこの僕と久保さんの間にこのアクリル板がありますけど、アクリル板で遮断をして、日常生活、新しい生活様式というのがですね、本当にこうやって1年経つ中でですね、いろんなところにあるわけですね。マスクは今こうやって離れてるし、アクリル板があるからしてませんけど、マスクをつけることがもう日常になってますし、本当にいろいろと考えさせられるような1年だったと思います。特に大村市でいうと、新型コロナウイルス感染症、3月、4月、5月、6月ですね、感染者は発生していなかったですけど、市内の経済状況の回復のためにいち早く手を打とうということで、4月の早い段階で全国に先駆けて、いろんな支援策を講じさせていただいて、市民の皆さんもですね、テイクアウトの利用であったり、いろんな形で、経済活動を応援しようよという形で、みんなで乗り越えようというふうに取り組んできたのかなと思います。でまた7月30日に1例目が確認をされて、そこから、クラスターが発生をしたりという形で、一気に40人まで、8月15日までですね、感染者が確認されましたけど、ここについても、周辺の濃厚接触者からの広がりというものはなくですね、抑えることができたと思ってます。現在までに43人確認されてます、今日時点でですね。ただ今後も第3波と言われてますけど、確認されると思います。そういった中においても、誰しもがかかる可能性があるんだということでですね、みんなで温かい気持ちで乗り越える、支え合う、そういったことをやっていきましょうということが一つ、それともう一つは感染拡大防止策を講じた上で地域経済を回していく両立、命と命、生活ですね、地域経済生活ですから、これ命と命の問題をしっかりと、みんなで対策を講じながら乗り越えていこうということかなと思います。もう一つは先ほど久保さんからもありましたけど、災害、これは大村市歴史史上始まって以来の大きな災害に見舞われて、土砂崩れだったり河川の氾濫だったり、総額46億円の被害がこの大村市を襲いました。今ちょうどですね、その災害査定という作業が、完了しつつあって、今からいろんな工事、復旧工事が今からスタートしていこうとしています。1、2年ぐらいかかると思いますが、ここもですね、みんなで力を合わせて乗り越えていきたいなというふうに感じているところです。コロナに対しても災害に対しても、本当にいろんな形の中で市民の皆さん不安に感じられたことあるかと思います。ただ幸いにして人的被害には及んでいません。これは本当に皆さんが、早く早く情報をキャッチして早く早く行動をしていただいた、そういったことにつながると思います。ぜひ先月も言いましたけど、大村ケーブルテレビアプリをですね、インストールしていただいて、今後も活用いただければと思っています。ありがとうございます。もうなんか私も1年こう仕事をしていく中で、本当にこうコロナウイルスなどで変化の1年だったなっていうのもすごく感じてます、またそして明るい話題なんですけれども、先日大村秋祭りとご当地自慢グルメフェアが大盛況の中開催されましたよね。盛り上がりましたね、本当に楽しかったです。楽しかったです、本当に。その中で令和4年秋に開業する九州新幹線西九州ルートを PR するロゴマークとテーマソングの発表もありましたよね。そうですね、当日イベント会場で PR ソングが歌われまして、女の子3人組ですね、ポッポという女の子3人組の歌が披露されたり、
ロゴマーク、キャッチコピーの発表があったり、まあ、歌も本当にあの可愛らしいといいますか、いい歌詞でですね、キャッチーなメロディーに乗って皆さんあの盛り上がって、いけるんじゃないかなと、まあ、そんな期待感があります。それとまた期待感という意味においてはキャッチコピーが期待が膨らむ大村、まあ、本当にこの期待っていうのは行きたいとか期待っていうのと期待をこう込めたですね、期待が膨らむ大村、いいキャッチコピーだなと思いますし、まあ、それに伴ったもう本当にデザイン性の高いですね、大村の歴史と桜と、まあ、新幹線、まあ、こういったものをこう融合させたロゴマークが、誕生しましたので、もう一気にここから2年間盛り上げていきたいなと思っています。本当にこの魅力ある大村をどんどんこう PR していきたいですね、はい、そしてまた来年なんですけれども、はい、明るい1年に本当になることを期待したいですね。そうですね、実はこの年末年始に、まあ、おそらくこの市役所の正面の懸垂幕がダーッと懸垂幕で覆い尽くすんじゃないかなっていうほどですね、まあ、これまでに行われている高校生のスポーツ全国大会、まずこれはバスケットボールウィンターカップ、これ大村の子たちが佐世保工業高校にいますから全国大会活躍します。ラグビー北雄大高校が全国の切符勝ち取りましたが、ここにも大村の子たちがたくさんいます。そして高校駅伝、これ男子鎮西学院、ここにも大村の子たちがたくさんいます。そしてバレーボールは、まあ、今から春高バレーの予選がありますので楽しみにしたいと思っています。そしてサッカー、これもあの創成館高校が出場切符を獲得しましたが、ここにも大村の子たちがいる、まあ、本当に年末年始スポーツの全国大会、高校生の大会がありますが、たくさん大村で育った大村で小中学校を過ごしたこんな子たちがいろんな市外の高校に行ってですね、大活躍して全国の舞台で大暴れしてくれると思うので、ぜひまあそういった大村の大村っ子の活躍をですね、楽しんでもらいたいなと思っています。私も大村市出身としてなんかすごく誇りですね。そうなんです、本当に楽しみです。はい、それでは市長、最後に市民の皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい、市民の皆さんこんにちは。今年令和2年も残すところあと1ヶ月となりました。新型コロナウイルス感染症であったり令和2年7月豪雨災害と、まあ、いろんな形の中で、皆さんの生活に対する、ご不安、まあ、いろんな、対策、まあ、こういったことを講じたようなですね、1年間だったのではないかなと思ってます。ただ幸いにして人的な被害というものには至っていない。これは本当にあの役所だけではもちろんそうではなくて、市民の皆さん方お一人お一人が意識をしていただいて、みんなで対策を講じてきたからこそだと思います。我々大村市行政の役割というのは市民の生命と財産を守る、これが一番の使命です。つまり生きていてこそ我々の行政サービスを享受することができるわけですから、我々は行政サービスをしっかり展開する、その行政サービスを受けていただくためにはまず皆さんの命、また身体、また精神、また社会的な健康を守るということをしっかりと努めて守っていかなければいけないと思いますので、この令和3年に向けてですね、また年末年始も体調にご留意いただきまして、明るい令和3年を皆さんと一緒に迎えたいと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。市長ありがとうございました。ありがとうございました。